お疲れさんですこんにちは、ギンとクリスです。はい、今日はですね、いや今日はですね、というか今の夜中、11時37分なんですけれども、 11:38、はい、That means it's time for a midnight snack ということでですね、僕たち、あれ Kmart やったっけね。 We went to Kmart、yeah. Kmart にアメリカのね、まあ、グアムにあるアメリカのそのショッピングセット、Yeah, like a Walmart. 雑貨とかね、そんな感じのスーパーに行ってですね、これ見てお菓子爆買いしてきました。ではその映像ちょっとご覧ください。 Kmart です。 Kmart です。こんな感じです。なんか地元のコストコって感じ。ウォルマート。This is kind of like Walmart. ああ。Now look, look, take a look here. やば、ちょっと待って。これ全部スパム？やば。オニやな。なに、これ何？サンフラワー、マカレルって、サバ缶？サバ。サバ缶でか？サバ。お前、サバ。Product of Japan. え、でかいし安っ。3ドル $2. いいなあ。マックンチーズ、マックンチーズのお湯入れたらできるやつ。これちょっと食べてみたくない？夜食に食べたい。これあクリス、これバケツアイスじゃん。この洋画好きの日本人が夢見たバケツアイスですね。right. これダンサーインザダーク見ながらこれ食べて泣きたいねんけど。なんかありそうじゃない、そういうシーン。まあでも今買ったら溶けるか。やっぱこんなん見てたらさ、アメリカって基本的にスーパーこんな感じなの。Well, this is like a discount store. But yeah, like supermarket system. 大好きなあるやん。キンビスのアスパラガス。で、ちょっとびっくりしてんけどこれ。ごめん、話の中だ。No, no, no. This is so much to choose from. 何これ、これ食べたい。チーズイットエクストラビッグ。やば、これにしよう。なこれすごいさっきから見んねんけどさ、これって何が、なんていうの、ガッシャーズ。ガッシャーズ。ガッシャーズ。So it's fruit flavor and it's like a gummy. あ、グミ？ But then when you bite into it, you have like this, you know, juice come out. ガッチャオ。あとな、見て。アメリカでもさ、有名なこれ。なんかさっきからめっちゃカラムーチョ見んねんな。いろんなとこにカラムーチョあんの。Becoming famous all over the world. あ、俺の一番好きなやつがあった。ストリート。All right. Wait. There's lots of gummy. めっちゃ待って。グミ好きの皆さんはグアムに来てください。これ全部グミです。ハリボーやらなんやらリコリスもある。ね、アーミーパック。これうわなんかアメリカっぽい。へえ、いっぱいやね。すっごい量、まだまだあんで。あ、コロロ売ってる、コロロ売ってる。ピュレグミもある。鼻の口づけってもう、え、日本で売ってるっていうぐらい。逆にプッチョもあるやん。すごいね、めっちゃあるね。クリスさんの好きなリーセスピースです。リーセスピースです。リーセスピースです。これね、あの E.T. に登場したチョコですね。キットカットね。待って、キットカットキングサイズやって。今日本のキットカットちっちゃいからな。うわ、ちょっと待って、なんかこれ食べたくない。うわもうねっとりしてそう。これ食べてみたろうと。クリス、これ食べたい。ツウィックス、すごいねっとりしてそう。Oh, you've never tried Twix before? ないと思う。It's cookie. あ、中クッキーな。Caramel. うわ、最高や。ネタバレせんとってや。I gotta get some kind of chips.
チップス、ああね、なんかクリスさんおすすめの、何がおすすめって、おすすめってこんだけチップスあったらもうどれが何を選んだらいいか分からへんのこれ。 Alright, we gotta do it. You got that. Flaming hot. These are really popular in America. And people use it to make other foods with it because it's spicy. And then of course I gotta get my classic. なるほどね。Sour cream and onion. なんかディップスタイルやりたいの。The dip. Oh, the ruffles for dipping. Small. That's the same, the French onion. Okay, じゃあこれ、クリーミーオニオンディップを買います。Okay, two flavors. Okay. Okay. あと飲み物やね。あ、飲み物ここやん。うわ、もうこんなまた選ぶの2時間かかんで。ラムネ売ってんで。ね、アホみたいなサイズの飲み物あった No, but...They have my favorite. 何それ？ Cherry Coke. あ、チェリーコークや。あ、これゲータレード？あ、ゲータレード。ゲータレードか。これ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 、俺が探してたん、これこういうの。わけわからん容器に入ってる飲み物。洗剤ちゃんこれ。やば。まあ、これはちょっと変われへんにしても。ちょっとなんかこの辺って待って10ドルとかするんじゃない、これ薄めんの、どういうこと、何これ、えスパイシーホット 100% ベジタブルジュース、これちょっといってみる、おもろなあクリス、スパイシーホットって何、どういうこと、スパイシーチュメイド、トマトのあのタバスコ入れたみたいな感じ、はい、飲んでみよう、うわ出た出た出た、でかっ、あ、はい、僕これします、チキパンチチキパンチ、でかっ、コツ、okay. オッケー、あルートビアあんで、うん、いいの、 I got my cherry coke. オッケー、さあお会計どれぐらいになってますかね、2万弱と思う、そんな言ってる、2万もいった、She told me to go to number two. Oh, sorry. I'm tricking you. Yeah. Adios. If you want to, we can take it by hand. Okay. Can you feed it all? One more. One more. I'll just carry that. Thank you. How much?How much? 4287. 4287? Yeah. ほら。He said $100 over. That's too much. Yeah. I did it. So $42 is about nine a minute.7000円7万円何しに来たん何買いに来たん、あっちーゲッチューあとですね、こちら、yeah. ホテル日光グアムさんのジャジャー見て、これジャジャーこの3つの食べ物をですね、ファウンテンさんというね軽食屋さんでリザーブして買ってきましたよ、開けてみようか、 Are you ready to open it up?では夜食用にちょっとご飯食べましょうか。Yeah, we're getting it ready early so that when we're finished and we're ready for the midnight snack, yeah. It's ready for us. 何と何頼むんですか？ We're gonna get the、うん、I'm getting the barbecue pulled pork sandwich, which is really popular apparently and really delicious. And we're gonna get these loaded fries, loaded French fries.Loaded with like chili meat on top of it. I'm looking forward to that. Again, hi. Is getting. New York steak. New York steak. 夜食でもクソでも夜食ではないような気がしますが。Yeah. And this place, they give you really big serving, so we're gonna be full after. まあ楽しみましょうよ。Yes. はい、こちらのファウンテンさんですね。本当はねこういうパンダとかさ、なんか。トレギンさん別にお酒も飲んでもいいですよって言ってくれましたけどもね、Here's one good thing that I noticed today.
そうよ、マイクロウェーブも電子レンジもちゃんとあるんですよ。So if the food gets cold, you can heat it up. なんかね、こういう南国っぽい飲み物もあってね、いいですね。やばいね、夜食っていう量じゃないよね。Yeah, this is takeout. ただのテイクアウト。俺から開けていいじゃん。Yeah.ステーキでーす。ステーキ、ミッドナイトスナック。はい、ステーキ入ってました。こんな感じでございます。And I got the… テレー、あ、うまそう。Pulled pork。プルドポークです。サンドイッチ。プルドポークってみんな知ってる？ Yeah, I know it. What is it?そりゃクリスさん知ってるから注文したわけや。そりゃね、だからあの豚をすごい煮込んで超柔らかくして、プルって引っ張るって意味やった、right. その引っ張っても裂けるような柔らかい豚のを挟んだバーガーですね、right. yeah. With barbecue sauce. 最後これ一番気になったやつ開けます。でうじゃあ見てこれ、ローデッドフライですね。ローデッドフレンチフライ。ローデッドってどういう意味ですか？ローデッド means that it has a bunch of stuff on it. いっぱいみたいな意味なんですね。Yeah, so this is like chili meat and cheese, and it's got some jalapeno peppers. よし、じゃあ僕がずっと飲みたかったこのアホみたいなサイズの飲み物で乾杯しましょうか。チキンパンチ。I got myself some cherry coke. ホテルのね、このエコフレンドリーなカップで乾杯しましょう。Yeah, Hotel Nico, they use these eco-friendly cups. 持って帰っていいんで。Yeah, you can take them back with you. ホテルについてるんですよ。Right. 最高だ。Instead of throwing them away. 重たい。やばい。シャスター、チキパンチ。いきます。チキパンチ。チキ、チキ、チキ。チキ、チキ、チキ。Cheers. アメリカの味する。あのいつものアメリカのお菓子の味、チェリーのベリー系、チェリー系の味。懐かしいんちゃう。This reminds me of when I was a child. I'm just gonna grab this with my hands. This is plenty of food. I'll tell you what. Here we go.いいですね。This pulled pork you will really like. マジで。It's tender, it's delicious. ステーキもうまいよ。やばい。Since these are loaded, I'm gonna have jalapeno pepper, chili, and the French fry together. I love chili meat. Ooh! Hara! Those jalapenos are spicy here. Mmm. Oh, but this is really interesting. Cheese it. Cheese it.Jesus. これ知ってるん、クリス？ Oh yeah, they've been around in America for years. Cheez-Its are just one of those classic crackers that you have. Been around forever. なんかほら、なんていうの？濃いめのリッツみたいなさ、こんな感じがしますよね。Ah, Ritz crackers. そうそうそう。Ah, yeah, but the texture is different. It's a different crunch. いただきます。Here we go. なんか優しいね。もっとなんかもうベーン。No. 塩辛いぜみたいな。No. 美味しい。They got a nice cheese flavor to them. Come on. あの後味。すっごい美味しいチーズのなんてチェダー、パルメザンとかチェダーとか。Yeah, it's got a nice mix of the salty with the cheese.And it's funny because you think of crackers as like being for children, and children really love it. But it does have a flavor that appeals to adults as well. So it's not just for kids. Cheese it! But I like to dip. すぐそんな最高なこと思いつくよ。これちょっと、この何だっけ
マッシュポテト。マッシュポテト。マッシュポテト乗せてみようかな。うまっ。こっちの方がうまいかも。うん。うん。ま、you can make a little cheese sandwich. いいね。パンがなんかうまくない？うま。最高すぎる。Gim, I've seen these. On TV in America. Cheetos の、これがテレビに出てたの。These are Cheetos, flaming hot. And I've seen these everywhere. People eat them all the time, but I've never tried them. But I hear how hot they're supposed to be. Let's see if it's true or not. Flaming hot! Flaming hot. 色がやばい。色やば。まっかいけ。いただきます。なんか。ん？何よ。お酢？うん。I think they have、like a bit of Tabasco type flavor。そうそう、タバスコってお酢やもんな。うん、うん。なんか一瞬な、臭って思う。これだから癖になる味や。あ、いやいやいや。ちょっとこの臭い感じ。It's kind of like a smelly cheese. Mm. Mm. But I finally got to try them.I've seen these be made, they make、recipes like you can make、fried chicken. People put these in the blender and they mix them up and they use it as panko instead of panko. それ絶対うまいな。うん、うん。これプルドポークとね、挟んで食べてもおいしい。あー。ちょっと違うかな。絶対ちょっと違うって顔してるやん。もうさすがにクルさんの顔分かってくるよ、どう何考えてるフルーツガッシャーズ。Fruit gushers. Fruit gushers. Tropical flavors. Oh, that's perfect because we're in the tropics. Yeah, tropical. While he's opening those, I got some mac and cheese. 俺が気になってたやつやんか。これやろ。Yeah. これなんか電子レンジで、これなケトルとか言ってたけど、ちゃかってんな。よう見たらこれ電子レンジで 3.5 分で作れんねんな。Right. なるほど。And then they have two cheese pouches. And you mix it up.And this is what you get. Macaroni cheese, this one. Mac and cheese. Mac and cheese, this one. That's the flavor I remember. All right, I'm waiting for this. I want Gin to try it because I think it's going to surprise him.怖っ。ゴーゴーゴー。とりあえずこの赤いきますね。うん。あ、でも。おいしい。おいしいけど、うん、ちょっと詰め物取れそう。詰め物ってわかる？銀歯とか。ああ、it's like it'll pull out your cavity。そう、キャビティが一個取れるじゃなくて全部取れそう。味自体はすごいおいしいね、これ。うん。止まらん系かも。Oh, did you get the little bit of the liquid that comes out of it? Liquid 入ってる? Mm. Try this one. Oh, うまい! Oh, 何の liquid ってこれ? It's like a jelly almost inside of it. So when you bite into it, the liquid is supposed to squirt into your mouth. だからこのなんか、ビャーみたいな感じのパッケージなのね。辛いつながりでもこれスパイシーホットのなんかベジタブル。ベジタブルジュース、スパイシーホット。V8 って何？エンジンのこと？Yeah. It's the brand of the juice. And V8 was really popular. So if you think of a Bloody Mary, this is like a Bloody Mary without vodka. どんな色なのかみんなに見せたいけど、まあ、しゃあないな、透明のカップない。It's basically just looks like tomato juice. あ、ほんまや、なんかね。赤オレンジみたいな感じ。いやいや、It's あー辛っ。ちょっと待って。なるほど。あの
喉に来る感じやな。ああ、いやいや。ほら、コーヒーとかってさ、うん、目覚めるとかカフェインがどうのこうのとか言うやんか。うん、でもその、なんていうの、ばっかり飲んでても体に悪いというかさ、カフェインに耐性つくとか言うやん。ああ、いや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 。カフェインに慣れちゃうみたいな。Right, right, right. これ目覚めたい時にこういうのあったらいいと思うねんけどな。ああ、いや、it's a, maybe a little bit healthier way. Maybe you could have one coffee and one VH. だけどもう絶対寝られへん。やば。When I was a kid, so I don't know if you know, in America, for the movies, the movie theater, you can't bring drinks or food inside. Yeah, you have to buy it at the movie theater. But when I was younger, I would go with my mom, and we would get a bottle of Cherry Coke, and we'd hide it in the jacket or in my mother's pocketbook, and bring it into the movie, and then the movie would start. It was my favorite tradition that we had whenever we went to the movies. And I always put it in the freezer until it was almost frozen. その頃から凍らしながら飲んでたの。Yeah. 未だにそれやってるやん。Yeah, yeah, that's my favorite way to drink it. いい感じに凍った時に、ギン見て。Yeah, every time, ギン、ちょうどいいんじゃない。Look, look. ちょっと開けたら凍り始めるぐらいが美味しいね。This is one of my favorite. So the creamy onion, it's like a French dip. And you can see it's white creamy sauce. And I got some potato chips, regular potato chips. Dipping するのね、これ。Yeah, yeah, it's a dip. Dip in the sauce. Dip in the sauce. Onion sauce. And I get the ruffles because they don't break so easily. そうなんや。Oh, wait. Okay, 頑張って。見えないよね。頑張れ。あ、いっぱい。いい感じ、いい感じ。これもじゃあいただきます。サワークリームか。Oh. Let me try that again. スーパー。That's a little bit different from what I remember. クリームより何もやっぱり酸味がすごい強いね。そのまま食べよう。あ、チューズ。はい、まあ。ちなみにこれは有名なんですか? Oh yeah, Twix are really, really famous in America. Everyone knows what this is. I want you to try it because this is actually, when I was younger, if I got a candy bar, this is one of the candy bars that I really liked. スニッカーズみたいな感じ? Try it. お、サクサクや! この、中にクッキー入ってる。ま、でも激甘すぎて吐いたくなるとかそんなレベルじゃないね。Yeah, I think because the cookie helps to cut down the sweetness a little bit. And I like the crunch of it. I like that cookie crunch that you get from it. ちょっとこれハマった。日本でもちょっと探してみようかな。Have I seen it in Japan before? なんか見たことあるけど。Maybe they have it. この甘いのなと思うスパイシーホット合いそうじゃない。Yeah, that was smart. To get something, a sweet drink.And a spicy drink so that you can sort of mix, you know, mix your flavors. 俺の朝ごはんこれとこれでいいかも。野菜も取ってるし。Plain and plain. Sour cream and onion. It's one of my favorite flavors. のり塩に見えんねんけどこれ。あ、濃いタイプやのこれは。チュイックス食べた後やからさ。超塩辛いね、これもともと塩辛いもしかして I didn't remember that Lay's were this salty, yeah. あ、直した It's a little bit too salty for me. ちょっとずつ食べましょうか Eat it slowly. So again, what do you think of Guam? 日本に一番近いアメリカやろ Oh, yeah, 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 yeah. ほんまに来て思ったアメリカだっていう感じ、ショッピングモールとかそれがコンパクトにキュッてなってて Right, right. It's almost like America light.
So you get the feel of America and you get to experience America, but because it's on the island, it's a little easier to get to. The people are a little more friendly. もう人のフレンドリーさが、あのね、その海外旅行ちょっとやっぱ怖いなっていう人もいるかもしれへんけどさ、グアムからスタートが一番いいかもしれない。ああ、いやいや、It's a great introduction to other places. みんなすごい笑顔でさ、ちょっとブレスさん、締めようとしてるでしょ。1個忘れてますよ。僕の大好きなお菓子を。あ、OK、Tell me what it is。Rice Krispies Treats。Rice Krispies Treats。これみんな知ってる？これ米やねんな。米のお菓子なんですよね。Yeah. 米をマシュマロでくっつけたんだ。Exactly, exactly. すごいこと考えるよな。米をマシュマロ。These actually are a snack that we used to make in your house. So they're really popular. They're made at home. And they got so popular that they started making these Rice Krispies Treats pre-made. これなんか、もし見かけたら一回食べてほしいな。ほんまに好きやねんな俺。また食べれると思ってなかったグアムで。いただきます。おいしい。全然美味しそうに聞こえんかもしれんけど、スタイロフォームを噛んでるみたいな。 Yeah, yeah, yeah. That's why I love it. That's why I like it. 最高。いや、これは甘くて歯が痛くなってくる。ではこんな感じでね、夜食もまだまだ残ってるので It will be up all night eating this. テレビでも見ながら食べましょうか。 Yeah. ではこんな感じのどこと見ます。またライクシェアチャンネル登録お願いします。お願いします。では銀とクリスでした。バイバーイ。じゃあね。ちゃんとムーブ止めてください。ありがとうございます。ほんまにこのさ、クリギンチャンネル。That's why